キチャンネル。ちょっ、こんにちは。2024年仮想ドラフト2巡目。はい、ありがとうございます。まあ1巡目はね、はい、あのまさか昨日のやつ見てない人いないと思うんだよ。はい、確かに2巡目から見ようはいないと思う。そうですね、万が一いたら、うん、これ2巡目だから、はい、あの今からやめて1巡目見てきてください、はい、ちゃんともう公平にくじも行って1巡目決めてます。そうそう、決まったからね、うん、あのスーパースターがのチームへっていうね、はい、うん、はい、まあということでね、はい、今日は2巡目ですけども、うん、完全ウェバー制なので、はい、今年はあのパリーグからということで、うん、パリーグの再開西武から、はい、西武、中日、オリックス、ヤクルトのね、うん、順番にウェバーで指名していきますけども、はい、今から、会議します。はい、はい、長時間にわたるこんなおお大げさに言うと、はい、誰でもいいわけやん。そうそう、なのになんでこんな真剣に何十分もかけて考えてんねんっていう、これ結構悩みましたよ、うん、動画の時間より長いんちゃうかっていうぐらい、はい、ぐらい考えてる、真剣にね、うん、はい、俺ら本当真剣に考えてるから、うん、このチームにこの選手がこう足りなくてこの選手がいいんちゃうかっていう、うん、真剣に分析して、はい、真剣に考えた結果、はい、ね、2巡目、はい、はい、いきましょう。じゃあいきましょう、はい、第2回選択希望選手、埼玉西武、麦谷雄介、外野手、富士大学。おー、いい選択じゃないですか。フリードラフトですね。渡辺麦谷って、うん、去年の竹内、その前の隅田佐藤張りの、うん、もう神ドラフトだよね。いや、神ドラフトだと思います、うん、いや、もう単純でもやっぱり宣言してましたからね、うん、相当欲しいっていう。いや、もうだって世代のいい野手を2人一気に取れてるっていう、これは強いですよ。本当に麦谷君、今もう西武に足りないところを持ってると思うんで、うん、逆転し外野手でね、だって西武は、1位から4位までが投手1人、野手3人と、うん、ね、麦谷とか入ってるからね、はい、ちゃんと入れてるんですよ、入れてるから、うん、あ、はい、もうこれはすごいいいドラフトだと思います。これはめちゃくちゃ渡辺麦谷両方開幕スタメンとかありえるよね。ありえますね、頑張ればね、はい、あ、先鋒でね、もう投手陣は怪我さえなくてね、うん、あと高橋光成があんなことにならないかったら大丈夫だから、はい、0勝11敗とか考えられていいやん。そうですね。でも2人が打ったら高橋光成投手も勝てる、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 これはたちょっと西武の順位予想が楽しみだね。楽しみですね、あ、この順位ね、うん、はい、仮想だけどね。もうあたかも、あたかも言ったようにね、はい、でもそれだけ真剣にやってるからね。いや、でもこれは本当にありえると思います。第二回選択希望選手、中日、アサリ・タモン投手、明治大学。はい、はい、明治好きですね。あと、あのひょっとしたらライデル・マルティネスがいなくなる可能性あるから、うん、そうなったら多分松山が多分守護神行くやんね、はい、でそしたらちょっとまあリリーフもっていうところで、うん、まあ、両方できたらいいからね、はい、うん、これはもうアサリ組んで、はい、ね、佐藤アサリで、うん、左右でね、そうですね、うん、これが取れたら下位で野手いけるからね、そうですね、こっから3巡目ぐらいから野手いけるから、はい、そういった意味ではバランス的にはいいんちゃうか、タモの力すごいですからね、右に、うん、はい、うん、左右でいいですね、うん、はい、出ないところ間に、うん、で、うん、そうだね、はい、うん、はい、第2回選択希望選手、オリックス、徳山和人、うん、投手、環太平洋大学。はい、来ましたか、うん、はい、これあれでしょ、先生の隠し玉的な、そうですね、うん、どこかの会でも言うたと思うんですけど、ね、はい、鳴門図書出身で、ザッサンの後輩ですよ、うん、そういいんですよね。そう、しかもあの野口がね、鳴門図書高校だから、そうですね、オリックスはね、うん、1巡目やっぱ高校生行って、2巡目は大学生、これバランスの良さね、はい、うん、まあ、ちなみに徳山のお父さんはマグロ、マグロとカツオの漁師ですよね。へ、徳島でやられてる、はい、らしいです。らしいですね、じゃあいいんちゃう、一路けさまるってなんか船の名前で、はい、また面白いんですよ、今年育成でね、オリックスから佐藤君、はい、お父さんなんと寿司屋さんなんですよ。寿司屋、これで徳山のとこのマグロを、うん、お父さんのとこ寿司屋で藤沢やってますんで、うん、あ、そうなんだ、オリックスファンが集うんですよ、ビーモネルがビーモネルが、はい、はい、まあいいね、バランスいいね、バランスいいです、はい、第二回選択希望選手、東京ヤクルト、岩崎俊介投手、東洋大学。おお、安きそう、はい、金丸岩崎で、うん、これもまとまったらね、うん、すごい、
でも金丸取れたのでかいね。でかいですね。左の即戦力、右の即戦力、はい、まあ、東洋大学ね、まあ、原純先輩がいますから、しかも神宮本拠地だからね。本拠地、まあ、2部なんでね、彼がどれだけ使ったかちょっと分かんないですけど、確かに、まあ、即戦力の左右というところでバランスよくね、あのコントロールがよくて、円を作れるピッチャーなんで、はいはい、いいね、いいと思います。バランスいい、はい、はい。第2回センター希望選手、東北楽天、石塚雄星、内野手、花咲徳栄高校。これもまたいいですね、うん、高校生ね、はい、もう世代の大型ショートっていうところで、中村即戦力投手行ってからの野手の未来に向けて抑えていくっていうね、うん、まあ、投手そんな上位で投手ばっかりもいらんしな、さすがにね、そうですね、うんうん、でここら辺で、まあ、高校生ナンバーワン野手を未来に向けて、高校生がなかなか育ってこないっていうところで、こうやっぱ世代の大型を取ってこようなところでね、そしたら村林にも火つくしね、はい、うんうん、いい感じだね、そうですね、これチャンネルの公言通りだったんじゃないですか、うん、と楽天は、1位予想が里崎はしのぎ、深間さんが中村で、先生が岩崎、はい、で、2位は石塚って、2位、 2位は石塚ってもう、はい、しか1人しか書いてない。1位は中村取って、2位で石塚取ってるんで、で3位4位で投手、うん、4位で高校生左腕も取ってもいい、で5位6位で捕手が余ってたら取るって感じ、うん、はい、もう公言通り、公言通り中村取って石塚取ってるんで、はい、はい、そういうとバランスめっちゃいいと思います。未来に向けての野手が取れる、めっちゃいいよ、はい、素晴らしい、さあ続いて、はい、第2回選択希望選手、広島東洋、宇野慎二郎、内野手、早稲田実業。野手で来ましたか、あ、まあ、1位でちょっとね、宗山君取れなかったから、うん、まあ、内野も抑えときたいっていうね、うん、高校生でね、しかも右だから、うん、左は田村林いるけどね、はい、右がってなかなかいないから、うん、そういったところでしっかり抑えて、うん、ね、バランスよくね、うんうん、でも大学と高校のいい野手を2人取れてる、ね、いいね、感じバランスいいね、うん、はい、いいですね、うん、で、し、ね、新井ちゃんがしごきまくってね、はい、新井2世作ればいいからね、おー、確かに、体強そうやし、はい、第2回選択希望選手、千葉ロッテ、伊原貴人投手、 NTT 西日本、おー、社会人から、伊原投手、うん、左右でね、投手ね、もうしっかり固めて、はい、まあ、野手もいるんやけどね、うん、ぶっちゃけね、ゲーム作る能力高いですから、はい、先発としてもしかしたら早く出てくるんですね、うん、はい、もう、あの、そんなに大きくコントロールが悪いピッチャーじゃなくて、とにかく制球力、うん、まあ、背はそんなに高くないんですけど、はい、あの、試合作る能力が高い、うん、吉田君と1に争うぐらいで、うん、社会人の中でもトップの先発ピッチャーですね、うん、はい、まあ、ピッチャーときました、うんうん、いるけどね、はい、うん、まあ、本当はね、渡辺君1位でまず行ってくじ外してますからね、そうそうそう、うん、吉野君とかも考えたけどね、はい、そうですね、ちょっと上田久斗君と被るんですね、僕の中で、あ、そう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 、それありますよね、以上は違うんですね、うん、いるからね、はい、やっぱ育てなきゃ、ロッテはね、うん、育てなきゃいけないんだよ、うん、いんのよ、うん、野手もね、はい、うん、第2回選択希望選手、横浜 DeNA 庄司浩太、うん、投手、セガサミ、おー、即戦力ピッチャー、うん、いいですよ、これ、うん、力あるからね、左の本当にもう儀式になるんじゃないかなって僕は、うん、体も強いですし、うん、チェンジアップがお化けって言われてるんで、うん、今後ろがね、坂本一人しかいないからね、はい、左がね、あ、うん、ここは厚めにエスコバー的なね、そうですね、存在になっていければね、うん、左のリリーバーって、リリーバー、はい、即戦力だと思う、うん、はい、第2回選択希望選手、北海道日本ハム、村上大斗投手、神戸弘陵高校、残ってたー、おい残ってんぞっつって、うん、胸山取って、うん、残ってたぞっつって、これはもう行くしかないっていうね、神ドラフトですよ、うん、日本ハムはね、はい、さすが新庄さんパワー行くね、はい、でもあのワンチャン森あるからね、まだ言うけど、まだ言うけど、ワンチャンあるからね、1巡目ね、あ、うん、ワンチャンあるからね、本当にね、まあ、森行っても村上は行けますから、うん、そうですね、じゃあ右で、うん、将来性、うん、でも日本ハムが森行っちゃうとこのドラフト全部ガラガラポンになるからね、宗山じゃなくなるからね、確かに第2回選択希望選手、阪神、一条力馬投手、
東洋大学。おお、も東洋から、まあ、やっぱりパワーピッチで球児が育てるっていうね、はい、三振が取れるピッチャーです、うんうん、1巡目高校生行って2巡目は大学生で、うん、ね、まあ、ここら辺バランスいいね、うん、そうですね、藤川、うん、はい、さんはやっぱ中継ぎは三振が取れないとダメって言ってるらしい、うん、三振率にこだわってるらしいですね、うん、はい、そのあたりこれ いいピースになるんですから、ね、うん、はい、だから未来の守護神もあるかも分かって、ありますね、うん、そうですね、うん、はい、第2回選択希望選手、福岡ソフトバンク安徳俊投手、富士大学、はい、うん、富士大学から、うん、まあ柴田高校生行ってで、うん、まあ、ピッチャーでしっかり一軍でっていうところも取っとこうっていうね、うん、そうですね、はい、いいと思いますね、うん、安徳出身福岡で、お母さん福岡いるんで、いいね、うん、地元枠だね、はい、いいと思います、はい、いいと思います。第2回選択希望選手、読売吉野翼、うん、外野手、早稲田大学。おー、まあ、丸もベテランだしね、うん、そうですね、まあ、浅野が右で、まあ、佐々木とかね、岡田とか左はいるけども、うん、若干まだハマってないし ね、うん、そうですね、ちょっと外野ね、まあ来年ヘルナンデスも復帰するけど、うん、まあ、ちょっと足りないもんね、はい、左で飛ばす力、うん、長距離砲、うん、しかも長距離砲だからね、そうですね、うん、はい、他の選手はちょっと長距離砲じゃないしね、楽しみな選手ですもんね、うん、はい、さあ、これで決まりました、うん、2巡目が決まりました、はい、はい、西武と日本ハム神ドラフトだね、うん、そうですね、うん、結構これ私たちバランスよく選んでる感じありますよね。あるよね、はい、そのチームにね、うん、別に全くダメ野球団ないと思うけどね、うん、ないと思います、うん、高校生課題と向き合ってね、うん、なると思うんで、はい、私あのここにこの人当てたいからこの人選ばないでとかもなく本当に順番に考えてきてるんで、そうですね、うん、ね、ただジャイアンツがくじ引きキーパー外したなっていうだけで寺西君も本当にいいですから、分かんないからね、外れ1位がスーパースターになるから、はい、近本なんて外れ外れ1位だからね、はい、山田哲人も村上もね、はい、うん、分かんないから、ね、分かんないです、あんまり分かんないんで、うん、期待できると思います、うん、結局ナンバー12までに入ってるわけですからね、そう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 、うん、そうですね、で次はジャイアンツからだからね、はい、ここで取れるんで、うん、次誰取るやろな、3巡目ね、寺西、吉野、これ名前出てないその人とかって誰があといます、あとまあ里崎チャンネルで名前挙げてまだ指名されてないのは石田、池田、山口、はい、あ、前橋商業高校の清水大輝投手とか、うんうんうん、あと浦田、小舟群馬のこと、笹原、清水、あとキャッチャーね、キャッチャー、あ、キャッチャーだとまだ選んでるんですかね、そろそろ3巡目ぐらいからキャッチャー来るんちゃう、横山くんとか、うん、まあ、児玉も残ってるしね、青学の、あ、そうですね、あ、そうだね、はい、私推しの宮原くんとかも3巡目ぐらいには来るんじゃないかなって、あとやっぱニキータも残ってるしね、そうですね、うん、先生推しのニキータね、はい、あと吉岡ね、阿南光、うん、あとこの体高校のやっぱ斉藤くんとかも、あと笹くん、この高校生の2人とかも野手としては両方高いですし、うん、結構まだまだいますよね、まだまだ、飯山さんの息子もね、あと吉田さんの息子もいるしね、はい、はい、と井上講演家が村上の井上、うん、あと大慶大の柴崎、あと林ピッチャー林、うん、キャッチャーの佐々木大、佐々木大、青学も振りますよ、うん、あと九三大浦だね、はい、佐々木さん推しの木下ね、AMG ホールディング、あと日清のキャッチャーね、はい、日清ね、まだね、佐々木さんの後輩が、の大友、茨城のプラネッツ、キャッチャーね、はい、俺は本当に何気に KMG 起動したね、押しだから、押すと、押すと、押してるから、ね、はい、スピードボーラー、うん、はい、この辺りが、うん、この後、ね、この後、続々と、はい、3巡目ぐらいから、ちゃ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 続々と、これ仮想だからえ仮想だぞ、これ本ちゃんちゃうからこんな一生懸命やったの続々とじゃないから、そもそももうそもそも言ってない選手が2巡目までに入ってくる可能性もあるから、本ちゃんじゃないでこれ、うん、なんなら今22に選びましたけどドラフト1位に違う人入ってくる可能性ありますか、十分ある、うんうん、これだってもう今もうドラフトね、プロ野球志望届出してる人たち、はい、ほぼ全員見てると思うから、見てるかなこの名前呼ばれたって言って、いやでもこの動画を他の、ね、球団の、ね、編成とか、うん、スカウトとか見て、うん、最終チェック、まあ、当日するじゃないですか、佐々木さんがこう言ってたとか、他球団こう来るかもしれないとか、ね、うん、やってるかもしれないから、ね、楽天が中村一本釣りになってますぞおおでも多分その球団の人たちは他の球団の分析をここで聞けると思うんですよ確かに、うん、それ結構大きいと思うんですよ
俺らの分析の方が高かったらあかんで、プロのチーム の、はい、あの編成が、はい、俺らの4つやり他の球団の劣ってたらもうクビやで、はい、いやでも自チームの分析めちゃくちゃするじゃないですか。いや打球時もう分析せな、これぐらい最低でもせな、 それが仕事なんやから。そうです、ね、俺らそれ仕事じゃないからで、はい、実際当日に出席される監督さんとかはそこまで見てないじゃないですか。じゃあこの情報を持って、うん、いいらしいぞとか、うん、お前こんだけ金丸集まるんかみたいな、ね、あ、まあ、でもこの中で交流してるのはもうね広島だけだからね、宗山君だけなんだよ、うん、で森井がもしかしたら指名されるかもしれない、日本ハムの方かもしれない、栗山さんの発言はそうだったんだっていうのね、で万が一日本も森行ったらもう広島宗山単独指名になっちゃう。そうですね、そうですよね、宗山本当に2チームなのかな、バカどうなんだろうな、でもやっぱりみんな即戦力ピッチャー欲しいってなると金丸君に集まる可能性もあるし、だからそこまで今喉から手が出るほどショートがいる球団が少ないっていうのかな、うん、そうですね、この時代によったら本当に5球団ぐらい集まってもおかしくないけど、うん、そこら辺がどうなんやろうなと思っちゃうね、うん、ただまあ、どっかのスカウトが言ってたんですけど、そのショートというよりも野手としてはやっぱ素晴らしい選手なんだっていうことで、うん、野手として10年見れるんじゃないかっていう、はい、でもそんなやついっぱい入ってくるよ死ぬほどね。ロッテの中村翔吾もショートでも10年安泰やってたで、うん、でももうショート守ってんからな、はい、サベっちゃいましたね、うん、まあ、この前ホームラン打ったんでね、はい、よかったね、うん、ああいう力あるんだよあれをコンスタンスにやってほしいよまあということでね、はい、ということで、まあね、これを見ながらね、本番どうなるのか、うん、あとはこのドラフトを見た感想コメント欄でお待ちしてます、ね、お待ちしてます